我的自尊美感，我才哭腔，表情包装又太有腔，ガチスのベリーナンの代表腔。はい、どうも、新人アーティストモニちゃんです。ガチョスです。略してガチョモニです。よろしくお願いします。モニガチョにしようよ。モニガチョ、いいね。どっちもいいね、もうそれ。今日はですね、ワンダーミュージックコンテストに挑戦しようという企画です。というのもですね、今ワンダースクールでなんとグラミー賞を受賞した貞治八木先生のね、リズム曲もしくはメロディー曲に乗せて自分で考えたオリジナル歌やラップ、さらにダンスなどね、コンテストに投稿しちゃおうという企画があるんですよ。おー、楽しそう。そう、で、これ、うん、グランプリ取った人はなんと貞治八木先生と一緒にレコーディングができるんですよ。すごいじゃん。なので今日はそれに僕らも挑戦していきたいと思います、はい、とっておきのアチアチビートをね用意してるんで皆さんにお届けしたいと思います、うん、それでは早速やっていこう。バンマニ早速ですね、課題曲2曲あるんでちょっと1曲ずつ聴いていきましょう、はい、まず1曲目はこちら。まあ、1曲目はこんな感じですね、うん、じゃあ2曲目いきましょう。2曲目カモン。このね今聴いてもらった課題曲をね、うん、選んで、うんうん、まあ歌ダンスもしくはラップもしくはもうそれ以外の自分を表現する何か、うんうん、そのやっぱ音楽の世界に決まることないから、もうこれが私だ俺だっていうのをもう出してもらえればそれが君のビートになるんですということで、お題を決めて早速俺らも激アツなビートをかましたいと思います。バンマニ、お題が決まりました。決まったね。僕はちょっと熱々ビートを届けたいということで、ダンスかける雪です、うん、まあ今ね、うん、この季節冬でいい感じだね。ね、うん、もう年末年始もういくつ寝ると、うん、って感じなので、体を使って雪を表現していきたいと思います。私はやっぱこの季節、あちあちの食べ物といえば、うん、あちあちの食べ物といえばみかん。いや、みかん、そうみかん。みかんかけるラップ。おいおい。これで私は勝負を挑みたいと思ってます。何に？私の熱い思い届け。じゃあ早速披露したいと思います。最初はグーじゃんけんぽい。あいこでしょ。イエーイ。先行。ヨーヨーヨー。モニちゃんラップのヒーローだよ。みかんいよかほんかん。柑橘系はうまいね。とっても甘くて酸っぱいね。こたつでみかんは最高じゃん。ひょうきんばんまりの太陽じゃん。ガチスはみんなの代表じゃん。ばんまり3人で最強じゃん。ばんまり。最高じゃん。ピョンティーバンマニの太陽じゃん。ガチスのみんなの代表じゃん。バンマニ3人で最強じゃん。バンダイマニア、今日はワンダーミュージックコンテストに挑戦しました。イエイ。よっしゃ、かましたぜ俺たちのビートを。Yeah. やってきましたけども、はい、今日ね、アチアチなビート皆さんにお届けしましたけど、うん、どうでした？いやもう完全に売れたわこれ。世界的アーティストになりました私たち。ただね、あのこの動画を見て、うん、このコンテストに挑戦したことをきっかけに世界的アーティストになる人が生まれるかもしれないんですよ。確かに。そう、未来の世界的アーティストが俺らのこのアチアチビート見てるかもしれない。なんとですね、グランプリに選ばれますと、うん、貞治八木先生と一緒にレコーディングをし、そのレコーディングしたものがミックス、こう音声をね、音量バランスが綺麗に調整してくれて、それを最終的に音源化しますと。すごすぎる。そして、貞治八木先生のサイン入りの CD をもらえますと。おお、うん、ただこれだけで終わらないのがこのコンテストのすごいところ。え、なんと、うん、クオカード5000円もらえます。すごい。素晴らしい。このレコーディングもできるし、クオカードもらえるし、うん、サイン入り CD ももらえるしで、いいところしかない、
もうね、みんな恥じらいなんて捨てて、うん、自分のね、こう殻をバーンってぶち破って、うん、応募してもらえればと思います。そして、入選するとサイン入り CD とクオカード1000円分プレゼントしますので、うん、ぜひね、皆さんこちらのコンテスト応募していただければと思います、うん、で、ちょっとね、このコンテスト参加するのには、うん、もうさっきみたいな費用みたいなダンスも、ね、ラップも、ね、ちょっとね、うん、恥ずかしいよって人いると思うんですけど、僕もそうでした。私も恥ずかしかった。うん、嘘つくない、うん、めっちゃ楽しかった。恥ずかしいなって思った人は、うん、作詞とか、歌歌詞をこう、うんうん、自分の思い出たものを書いて送ってくれたりとかでも、全然いいので、うんうん、自分のね、本当に挑戦できる形で、うん、応募していただければと思います。うん、このコンテストはですね、この動画の概要欄に詳細を貼っておりますので、ぜひチェックしてください。この動画がいいと思ったら、高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。ヒア。今日の豆知識は、除夜の鐘の豆知識。大晦日の夜が深まってくると、お寺から除夜の鐘の音が響き渡ります。除夜とは、大晦日の夜のことを言います。除夜に疲れる鐘は108回で、怒りや嫉妬などの人間にある108の煩悩を鐘の音で払うために鐘をつくと言われています。来年も見てね。